こんばんは、アメアトンです。バリケーズ132日目の夜ですね。まあ、日数に特に意味はないんですけど、ついに準備ができたかなと思うので、今回はですね、まあ以前諦めた、ワントラップオンリーな防衛を試してみようかと思いまして、ひたすらアローのレベル4を作って、今ね、155台あります。で、右はまあずっと変わってないんで、今回はですね、これをまるっと取っちゃって、で、このアロー階段をアローのある限り積むっていうのをやります。あと、まあ、変更点がまあいくつかあるんで、そこら辺の説明をちょっとしましょうか。ですね。なんだろうね。どっから、まずね、これ、すべてが補給庫である必要ねえなと思って、普通の箱を十字に置いて四隅に補給庫っていう形に変えた。なんかちょっとかっこいいみたいなね。あ、これあれか。補給した後か。もうフルだね。石の玉マックスあるね。四隅もマックスだし、レベル4の箱もマックス入ってるんで、相当石の玉多いね。まあ当然トラップもそうでしょ。トラップ燃料もマックスマックスで、マックスだわ。土の弾が？土の弾もマックスだな。あ、マックスだね。あ、もうちょっとないわ。で、あと矢か。あ、やばい。これ俺やってないわ。鉄の矢がね、今5台かな？あ、違う、増やしたんだ。8台でやってるから、まあ、いっぱいになるぐらいは。あ、そうか、今回収中なんだな。施設をね。で、鉄の矢。まあ、マックス行くでしょ。四隅はマックス行って、あとこの箱だね。まあ、箱も結構入ってんな。あ、でも鉄の矢やっぱつくの遅いな、ちょっとな。まあ、こんな状態ですね。ちょっと先に回収しとこう。まあ、ここ、ズバッといっちゃおうか。ここまで。で、鋼か、鋼鉄の矢が、まあ、減ってきてはいるけど、ちょっと1個でしか作ってないから、さすがにまずいか。ここでしか作ってなくて、鉄の矢入れてないので、まあ減ってきてはいるが、まあまあでも、まあ、在庫あるんで、一応足しとこうか。これでまたこれも、鋼鉄の矢もマックス状態ですね。で、もう一個変更点というか、もうやべえなっていうのが、アローのレベル4を作るときに必要だった材料で足んなくなったのがね、鋼鉄の板？これ、そうだよね。なんだっけ、名称がね、鋼鉄の板。今ね、これしかないんですよ、在庫が。使いすぎちゃって。で、鉄鉱石余ってんのに、鋼鉄の板がねえのやべえなと思って、今こういう状態になってんだけどね。これはね、さすがに良くないので、圧縮が必要だと思われる。箱の下の、この4つとかは、自動で入れてくれるんだけど、その、鉄とか、石炭をね、その下のこの箱が上に置いてない炉なんかはこう手で入れないといけないのね。これはね、まあちょっとダメなので、最大1000個しか入んないしね。なので、箱と下の炉だけ置いて、下のこの取り出し口をやめるっていう形に全部変えて、で、炉を3段か4段に変えようということを今考えてます。で、これ、箱が上にあれば、ずっと、まあ今こんな状態なんだけど、鉄の鉄鉱石がね。この6箱全部、こんな鉄鉱石やばいんだけど、確かここのスタックがね、どうも9999まで行くっぽいので、箱の中に石炭と鉄鉱石さえ用意しておけば、まあ当分止まることなくここに999まで、9999まで溜まると思われるので、その仕組みにして、あとあれだな。ブリッジを取っちゃう。これなぁ。こういう分け方結構好きなんだけど、あれだね、この製造系と炉の間はあった方がいいと思うけど、ここの炉と炉の間のブリッジは外すっていうことになりそうな気がする。だよね。鉄鉱石がこんな状態。これだけじゃないんですよ。ここもあるんだよ。この2箱。で、あとね、石が足んなくなると思って取りまくってたらね、石の玉のこの、石の玉製造用の箱がね、まあ、ほぼほぼマックス入ってるんだけど、
さらに、ここもマックス、あ、キーストーンが1500個ある。2個マックス、さらにここもマックス。これちょっとやばいよね。箱が足んなくなってきたっていうね。で、じゃあまあこれやりますか。どんな感じがいいんだろうな。あと土台が必要になるのかな？それもいらなくて、8個でいいかな。左が8個だか7個だかを列にしてるので、1,2,3,4,5,6,7、8個にしようか。で、あと土台がいる。よし、これだけあればいけるんじゃなかろうか。これで土台を組んでこう。8台。そこはいいか。土のうも足んないか。そこも。土のうで埋めちゃおう。で、8台の、これ左向きに、1,2,3,4,5,6,7、8台。まあ、こんな感じで。ここから階段か。これでいいのか。これとかいらねえか。これをずっと積んでいく。ここにもともとあったのと合わせて200台ぐらいになるのか。何段重ねになるかな。これぐらいいけっかな。よし、じゃあやってみようか。右向き。8台になってるよね。1,2,3,4,5,6、あ、7台だ。あ、ちょっと、あれ？ 7 がいいか、8がいいか。1,2,3,4,5,6。まあ、7でいいか。7でやってみよう。これ結構いけるな。こうなる。こうなる。逆向いてない？これ。ちょっと待って。俺逆にやってない？あれ？なんで今逆になった？ここだけ。あれ？ちょっと、なんで？急に変わったぞ。向きが。なぜだろう。つか、まだ150台残ってんじゃん。ちょっと待って。これ8台いけるな。8台どこじゃなくもっといけるな。ちょっと、どうしよう。あれ？ちょっとアローを作りすぎた？あ、全然いけるぞ。あ、ちょっと待って、これじゃあ、10台ぐらいにしないとダメだ。アロ余っちゃう。余っちゃうのさすがにもったいないので、これフィルターかけらんねえかな。この土のうだけ取るっていう。取っちゃった方が早いか。1,2,3,4,5,6,7,8、9、10台。これで行ってみようか。これもね、コピペで付けられたら楽でいいんだけど。まあ、一番上まで。行けるところまで。余りそう、アロー。あとあれか、バリケードがもうねえのか。レベルの高いバリケードが尽きた。ちゃんと右向いてるよな、これ。全部。余る。60台ぐらい余りそうだぞ。まあ、いけるとこまでやるか。バリケード。しかももう天井がかなり近い。いけるかな、これ。見物ではある。こうか。こうなって。
これ超えられたら終わりだね。まあまあまあ、これでやってみようか。アローは26で余った。まあまあいいでしょう。でバリケードだけレベルを上げときたいので、なんだっけ、ワイヤーだっけ、ワイヤーとなんだっけ、鋼鉄、鋼鉄か、鋼鉄、これとあと鉄上がるかな。石か。よし、できたぞ。全部上がった。さあ、どうなるかな？これが壊れないのも結構奇跡なんだよね。カタパルトの援護射撃がないから、今回その、投擲爆弾が落としにくくなってると思うから、ここがまず壊れちゃうかもしんねえな。あと、左側、ちょっと変えとくか。これね、これ、大パーツに変えていいんじゃないかな。オーバーツ。あとね、テンダライザーを、多分なんだけど、ここまでナメクジ来れねえから、こうしてみよう。これはオーパーツ。さあ、これで、硬さが 1.5 倍ぐらい？ 3万2000の4万8000。これ作りてえよな。色がやっぱ緑系だから、ブロック的にこれがレベル4という扱いなんだろうな。青は3だもんね、大体。アローのさ、レベル3とかも青色だから、青はレベル3の扱いのはずなんだよ。レベル3。青いもんね、大体。青っぽい。あんまりよくわかんないけど、青っぽい。だよね。さて、赤くないですけど、左じゃないよ、見るな、右だよ。さあ、どうなるか。ただただアロー。大体まず敵来ねえんだな、右側は。さあ、これ一気に抜けられる可能性もゼロではないんだが、まあ、すげえ撃ってるよね。抜けられるやつ出てくるかな。どうだろう。いや、さすがにアロー10台だもんね、抜けらんねえか。増えてきた量が。結構怖い、結構怖い。あ、でも空中コンボ出てる。一回踏み外すとずっと押されるね、これ。他のが来てからが見ものだね。あ、ずっとこれわちゃわちゃしてる、ね、ずっとわちゃわちゃしてる。これだんだん溜まってくんじゃない。倒しきれない。わちゃわちゃしてるけど倒しきれない。ワンちゃんも来た。ワンちゃんはちょっとノックバックしにくいんだっけ。あ、結構緑ワンちゃんがなかなかこうがっしりとバリケードにしがみついてなかなか落ちない。やめて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 、ちょっと怖っ。ちょっとちょっとちょっと、運が悪いとそうなるのか。うわー、これはどうかな。赤い火とかは無理な気がする。さあ、ゾンビ来た。早っ、足早っ。もはや早送りじゃねえか。さあ、ゾンビさんたちどうかな。あ、全然登れないね、ゾンビは。当たり判定がでかいってのもあるだろうな。あ、全然じゃん。めちゃくちゃ強いじゃん。アロー。
すごい溜まってきた。あ、すごい、本当ゾンビは全然登れない。笑っちゃうぐらい溜まってきた。うわ、ここになんか火炎瓶とか投げ込みてえな。爆弾、ちょっと爆弾と腕長きちゃったよ。どうなるかな。だいたいここには届かないんだな。ギリギリ届いてない、爆弾が。あれ、これやっぱり強いんじゃないの。ワンチャン対策さえしっかりしてれば。これ食らうの痛えな。2発で1300ぐらい、1400ぐらい食らってる。あとまだデカブツが来てないんだよ。デカブツとナメクジが来たらどうなるか。やばい、腕長とまた爆弾が合流する。やばいやばいやばい。さあ来た、緑のデカブツ、お前はどこまで行く。どうなるかな。あ、でも結構押し返せるね。ただ、ね、ダメージが全然通ってねえ。アウトかもしんない。赤早く、ちょっと待って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 。あー、これはダメかもしれない。あ、すいませんでした、私は負けです。うわー、そうなんだ。またしてもオンリーアローは失敗。うわ、一気に壊すの早すぎない。マッハ叩きじゃんこれ。さて、いけると思ったワントラップ、デカブツ対策、どっかに炎を入れるか、あとはアローをまた逆側から打ち込むような仕組みを作るかって感じかね。あれで足んねえか。そうか。ということで今回はここまでにいたしましょう。また次回、日数進んでいろんな配置変更とかやって、時が来たらまたワントラップで行ってみようか。あとあれだな、スプリングウォールくらいは解禁するしかないっていう感じかもしれない。そんな感じでまた次回、それではまた。